はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日は PTB、ね、テストサーバーで新キラートリックスター使っていきたいと思います。ちょっと一瞬名前出てこなかった、はい。今日はね、このトリックスターのアドオンですごい面白いものがあるということで、それを使っていきたいと思います。そのアドオンはトリック用の刃物と呼ばれるもので、なんとこのアドオンをつけてくると投げナイフが長弾します。跳ね返ります。はい、どういったこれ。この野郎なんかいた。はいはい、はいはいはい、おお強い。長弾っていうのは一応分かんない人もいるかもしれないから説明すると、まあ、結構 FPS とかやってると結構知ってる人も多いと思うんだけど、要は弾が跳ね返るってことですね。長弾、跳ねる弾で長弾です。で、投げナイフって基本的に物にぶつかったらそこで割れて終わりなんだけど、このアドオンをつけると一度だけ壁とか物とかにぶつかっても、お、一度だけ跳ね返ります。はい、なんでめちゃくちゃ当てやすくて強いと。ほら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 、めちゃくちゃ跳ね返ってるでしょ、ほらほら、すごいでしょ、めちゃくちゃかっこよくない。で、しかもこれ跳ね返ったらあのダメージがアップするらしいんですよ。おいほいほいほい、なんか追加でダメージを与えるそうで、お、当たってる、おお強い、これマジで強いぞ。ね、新キラーのトリックスターって、まあ、今結構評価が良くなくてね、弱い弱いってすごい言われてて、まあ、実際僕も使ってみてあんま強くないなっていうのが正直な印象なんですけど、これめっちゃ強いわ。これデフォでいいぞ。デフォ強すぎるかな、デフォルト。これはちょっとさすがに強すぎるかもしれないけど、これめちゃくちゃ強い。まあ、今回はちょっと長弾の効果をよく見せたかったんで、僕マップ指定してきて室内でね見せようかなと思って、やっぱ建物の中の方が壁とかいっぱいあるから長弾しやすいかなと思って、何もないだだっ広いマップだと多分長弾しないと思うから、あんまり。これ跳ね返らせるとさ、ダメージアップするってのが強いな。え、どこ行ったこれ。いた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 。これうまーくその反射角とか理解すればえぐいんじゃないこれ。うわ、かっこいい、すげえ、これいいぞ。反射したらさ、要は 100% アップってことはダメージ倍だから、すげえスピードでゲージ溜まっていくもん。これ強いな。はいはい、オッケー、すげえ、ビン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 、楽しい。このアドオンは楽しいぞマジで。このアドオンベリーレアにふさわしい強さだ。とんでもないパワー秘めてたなこのキラー。いや、これデフォでいいだろう。これデフォだったら多分このキラー使うやつめちゃくちゃ増えるぞ。まあ、さすがに強すぎるかな。でも以前デモゴルゴンっていうキラーが
ウルトラレアドーンだったかな。で、シュレッドっていう技で板が破壊できるようになるっていうのがあったんですけど、ちょっとデフォルトでシュレッド破壊できるようになるっていう効果が後から追加されたんで、ワンチャンベリーレアでもキラー自体が弱すぎたら適用される可能性はある。その淡い期待をしていきましょうか。はいはいはい、しょい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 、あと一発なんだけどな。うまく長弾狙えればくっ、難しい。ここなら長弾狙えるんじゃない。ほら強い。これマジで強いわ。これやばいな。これマジで強いわ。よいしょ。これはいいな。はいよ。これはとんでもねえ可能性を秘めてるぞ。笑うんだよね。はい、あれどこ行ったんだろう。はい、はい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 、この時担げねえんだ。このメインイベント発動中担げねえんだよな。よっこいしょ。多分これ修正入ると思うけど、まあ多分間違いなくね強化は入るんだよ絶対。このまま実装ってこと多分ないと思うから。よいしょ。はいはいはい、一人倒しました。これ強いな。でもマジで俺大した遅延パーク持ってきてないけど結構頑張ってるぞ。頑張れてるぞ。いい、やべ、ついちゃった。あとあそこだよな。当てづら。あれここいなかった一人。一人降りたかな。いた。これ長弾するから結構距離詰めて障害物がいっぱいあるところでやりたいけど。くぅ。これはもどかしい。いや、あっちは行かないとこ。あそこ回したがると思うから、あっちが行きましょう。はい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 。あれ、意外や意外、いないですね。どこだろう。結構つきそうなのいっぱいあるからな。いたぞ。はい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 。くっ、足が遅いのがネックだ。くっ、なところで何回チェイス。こんなところで、こんなところでチェイスされるとか。きちい。殴った方がよくない。これさ、そうか、よく考えたらさ、長弾するからさ、足元狙ってさ、地面反射させて上狙った方がいいんじゃね。
こって。なんで？うまく足元狙ってさ。だよね。よいしょ。今思いついた。そうか、長弾するから、じゃあ長弾した後の投げナイフのダメージが増えるわけだから、相手の足元あたりめがけて投げて、で地面反射させて当てれば、普通に当てるよりダメージ上がるわけか。なるほど、今になって気づいたわ。今になって気づいたの。よいしょ。そうすればよかったんだ、最初から。でも難しいな、狙ってやるのは。はい、オッケー。よいしょー。もう一人回復されちゃった。はい、おっこい。どれも一撃じゃねえんだよな、吊るしても。どこだろう。あ、シャツついてんな。あ、シャツついてんな。はい、はいよ。おほほほほ、強い。強いな、これマジで。こいつに可能性を見たぞ、俺は。よいしょ。なんか引っかかんだけど、引っかかんだけど、なんか。ん？どこ行ったのこれ。あ、いた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 。今ね、バグでね、その吊るさ、生存者吊るして死んだ後のその残ったそのフックに生存者の声がずっと残り続けるみたいなバグがあるから、わかんねえんだよな。はい、よっこいしょ。これマジで強い、この長弾する、これ。これマジで強いわ。これはベリーレアにふさわしいな。はい、ということでいかがだったでしょうか。新キラートリックスターのベリーレアドーン、トリック用の刃物っていうのを使って投げナイフを長弾させたということ、させるというね。はい、これあの使ってみて、俺今初めて使ったんだけど、めちゃめちゃ強いね。で途中で気づいたけど、その生存者が正面走ってたら、ちょっとあの斜めに真下に投げて、斜め下に投げて、で跳ね返して生存者に当てるみたいなことをすると、普通に投げるより、まっすぐ投げるより倍のダメージ与えれるんで、裂傷ゲージそれ強いかなと。ちょっとまだまだ俺があの扱い慣れてなかったにもかかわらず、これだけの強さを発揮できた。これあの本当反射角とか理解してバチバチ投げるやついたら、多分絶対勝てないぐらい強いと思います。それぐらいえぐいですね。っていう感じで以上です。これはねマジで強い。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。